皆さんこんにちは、衆議院議員の大野敬太郎です。突然ではありますけれども、YouTube を始めることにいたしました。皆さんどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今回 YouTube を始めるということですが、これ YouTube を始めるきっかけというのは何だったんでしょうか。これ最近コロナで結構活動が、その社会の生活全然皆さんも変わったと思いますけれども、我々も相当変わりました。でそんな中で我々の仕事の一つがやっぱり、いろんなことを皆さんに説明していくことだろうなと思うんですが、結構我々も全然こう集会を開いたりすることができないので、この際、YouTube でお伝えできたらいいなと思いまして、始めさせていただきました。これ結構皆さんからやったらいいんじゃないっていう声がありました、のでそれに、乗らせていただいたという次第であります。今後この、YouTube をこう使って、皆さんにこう発信していく、ということでしょうけども、今後のその動画などのその配信のその内容というか、それをちょっと教えていただければなと思うんですけど、今思っているのが、結構最近の政策のネタであったり、社会がどうなっていくのかであったり、結局皆さんがご疑問に思っていることにお答えできたらいいなと思っていますけれども、それだけじゃなくて、普段議員って何やってるのと、結構これ私質問いただくんですけども、こういったものも含めてより身近なものとかもお話できたらいいなと思いますし、ぜひ皆さんと一緒に作り上げていきたいなと思いますので、こんなの答えてほしいっていうのがありましたら、ぜひこちらにご寄せをいただければと思います。はい、ありがとうございます。ということで、今後のちょっと大野敬太郎チャンネルになるのか、こうご期待ということですね。はい、すべてはスタッフにそこらの名前も含めて任せたいと思いますので、これからもどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。